はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画もですね、この店内見てわかる通り、立川にございます戸塚アナさんにお邪魔しております。というのもというか、もうメニューはもう目の前にあるんだけど今日はね、目の前のメニューをね、チャレンジ挑戦しに来たんですけど、今回挑戦するメニューの方がミックスフライパラダイスという、これ総重量が 6.2キロの揚げ物よ。やばいんだけど、成功の場合ですと、チャレンジ料金が無料になりまして、失敗の場合ね、どうしてもちょっと食材が多いので、その時によって失敗のお値段が変動があるそうなので、チャレンジをする際にはね、お店の方にお問い合わせいただきたいんですけれども、やばいよねとりあえずもう難易度はおそらくもう超トップクラスなんだけど、ゾウさんパクパクくんとかマックスさんが挑戦してて、失敗してでもいいからもう絶対に食べたいと思って、このミックスフライパラダイスを挑戦しに参りました。めちゃめちゃいい匂いがするんですよ。もうね、冷めちゃうとね、もったいないんで、早速ね、ちょっと前置きはもうこれぐらいにしといて、挑戦の方に移りたいと思います。先ほどもね、お話ししたように、今回マジでやばいチャレンジなので、全力でね、挑戦させていただきます。編集点のために話すよ、話すんだけどガチガチにね、チャレンジするので、若干ね、こう食べ方とか汚くなっちゃう部分があると思うんですけども、そのあたりはね、あらかじめご了承くださいということで、じゃあもしよろしければ321の掛け声をいただければと思います。全力で勝負だー321スタート。ありがとうございます。しゃ、いただきます。よし、とりあえずベジファーストでいきます。いただきます。よいしょ。うんうん、このカットいただきたいんですけど、めちゃめちゃ分厚い。まあやっぱうまっ。うん、めちゃめちゃジューシー。うん、前回のチャレンジよりもかつ分厚いですよね、もしかしたら。すごい重さがすごすぎて箸で持てないですよやべえ、このカットはさすがに歯だけで食べたら顎が死にそうめちゃめちゃ柔らかいけど弾力はね、すごいから、ナイフとかで使って食べないと後半までね、顎が持たない気がする。うん、脂すごいな、めちゃめちゃジューシーなんだよな。
手に持つ。重いっすね。うお、パンってすごいですね。やっぱりこう調査で食うと。あ、でももうポークカツレツとポークステーキのいいとこが両方合わさったようなカツで、もうめちゃめちゃうまかったですこれ。ごめん、ちょっと続いてね、容疑は悪いんだけど、このエビフライをね手づかみで食べてみたいの。一口だけでいいから。ちょっと失礼します。これエビフライよ、これ一本の。やばくない？ちょっといただきます。うん、うわ、うん、エビブリンブリンですね、これね。こんだけ大きかったら揚げるときとかも多分火入れしすぎちゃって、普通はさ硬くなるはずなんだけど、全然そんなことない。めちゃめちゃ柔らかい。 GoPro で見えないかもしれないけど、こんな感じですね。時間見えない、見えない。あ、もう15分か。早いね。ちょっとこの合間、唐揚げこれ。一枚肉っすね。でか、重っ。うまー、チキン南蛮でした。うまっ。これめっちゃうめえ。やばい。食べ応えやばい。唐揚げすごいですね。南蛮、チキン南蛮ですよね。これ甘みも程よくで、あの前回もお話ししたんですけど、普通もいでランチこれ。これでも揚げ物やばいわこれ。顎とお腹と全部やばいですね。でもやっぱり重いですけど、今こんなでっかいとんかつ食べた後の感じじゃないです。まあ全然軽めではありますね。いやでも満腹感はねどんどん上がってる。ということでね、今唐揚げは完食いたしました。残りでいうと多分3分の1ちょいぐらいですけど、正直あの前回のパスタに比べたらメンタル的にはねめっちゃ楽。ちゃんと減るんですよ、ちゃんと減る。
前回はマジでいくら食べてもあのパスタがね湧いてくんのよ心はね今日はすごく楽いやマジ前回もほんときつかったんですよあれなんか俺食べたよなってずっと思って下になんかあれフライパンかなんかついてたっけなと思ってぐらいもうずっと増えてくるんですけどこっちはまだまだ全然楽ですねでもそっかまだまだ折り返しちょいですもんね実はこれなんだろうあ白身のフライあ身ほろほろっすね全然パサパサしてないですしちょっとカメラ越しで伝わらないであれですけどもうね断面からすげえしっとりしてるのよ白身魚があこれは最後に取っとくべきだ一番多分揚げ物の中でも楽勝のやつだ柔らかみ僕フライやっぱ魚のフライが実は一番好きでアジとか、まあ、あのメルーサとか白身魚系が一番好きなんですけどちょっとこれはあの好物なんで最後にはいこれ合わせて過去あの3回ね、チャレンジメニュー挑戦しに来てますけどこんだけでかいサイズ作ってもらってるのに外れたみたいなのは一回もないんですよね全部うまいんですよありがとうございます結構あの大げさとか言われるかもしれないですけどマジでもう絶対食べに来てみんなうんゆで卵多いな1,2,3,4,5,6,7,8,9 ゆで卵10個あんだこのオーナーさんはね、豪快だよ、豪快結構ね、昔からこう大食いの人たちいっぱいいるんでいろんなね、チャレンジメニューを出してるお店ありますけどここのお店は多分ね、トップクラスに難易度が高い、いつも実はカツよりエビフライの方がやばいかもしれない食感がすっげえなブリンブリンって、うん、エビフライこれ最後っす。うん。うん。うわ、スーパうん。
ある一定のとこから急にバーンって満腹が来ますね。あのね、なだらかじゃないこのメニューは。急にバーンってきた今。うん、タルタルのなのかわかんないですけど、タルタルのかな、オリーブ、これいいっすね、香りが、これめっちゃちょっと自宅で真似しよう、タルタルオリーブ入りめっちゃうまいっすね、これ、うん、ただですね、お腹はいっぱいになってきてまいりました。いや、ゆで卵心折れんなこれ。順番間違えたかもしれない。マックさんとか確かサラダの次がなんかもう 2番手3番手ぐらいにこれ食ってましたもんね、卵をブワーッと。私この光景はあのメンタルがね来るね。この卵いっぱい残ってるのは。お塩ですか、はい、お塩も使って大丈夫ですか、大丈夫です、はい、あの計算をミスってタルタルを全部食べてしまって失礼いたします。いや、大丈夫、一緒に食べようと思ったらタルタルでも言っちゃいました。50分かかってないのはマジ化け物だわ。あと15分しかないですね、短っ。移しちゃいますね、うん、終盤になって自分でも思ったんですけど、
あの前回の動画の感じと比べたら余裕シャクシャクみたいな感じですね。確かに前回の難易度がやあれはやばかったですね。そう、同じやっぱ量でも全然こう難易度って変わってきますね。僕も改めて今感じてます全然違う。もう前回マジで動けなかったのが終わった後それぐらいだったけど、今日はね大丈夫いや、よかったです。でも前回もあのオーナーさんもやっぱ失敗されるとすごくこうなんだろう、申し訳ない気持ちになるみたいな話をされてたので、今日は絶対クリアしてやると思ったんですけど、なんとかねできそうです考えずに来たし、白米が来た さすがにあのきついからといってもおかずだけ攻めすぎちゃいましたねご飯だけになっちゃった
飲み込んだからね。ありがとうございました。よかったです、今回は。53分55秒ですね。はい、こんな感じでございます。まあ、ちょっとね、本気でというか、やばいなと思って揚げ物だけ先行しちゃったんで、最後はライス配分ミスになっちゃいましたけど。本当にね、もう毎回うまいんですよ。前回のね、パスタはやっぱり、ちょっと時間もね、40分って短かったので、量は変わらなかったんですけど、やっぱしんどさはね、向こうの方が上だったね。で、今日はね、もう余裕ではございますが、ただもう本当に、まあ、時間とか、まあ、お腹のね、容量とかもそうなんですけど、本当ね、いい感じの設定だと思います。もう、やってる方もおそらく見てる方の方も、面白いね、チャレンジメニューをね、このトスカーナさんにいっぱい企画してくれてるので、次もね、また頑張って、このチャレンジメニュー、挑戦していきたいと思いますんで、今後ともお願いします。いやー、面白いな、やっぱり。量だけだと、なかなかこう、結果が、見えないところがこういうチャレンジメニューって面白いですね。なんかこっちの方がきついような気もするんだけどね。